皆さんこんにちは。昭和の相撲界、型破りかつ身勝手で遠慮しない性格から異端児と呼ばれた力士をご存知ですか？ゴムマリを思わせる球体のようなあんこ型の力士、若羽黒智明です。異端児と呼ばれた若羽黒は、異端児ならではのエピソードがたくさんありますね。そんな若羽黒の歴史を振り返りながら、異端児エピソードを紹介しましょう。はじめに若羽黒について。しこ名若羽黒智明、本名草深智明、愛称立浪四天王、各界の異端児。生年月日1934年11月25日。出身神奈川県横浜市中区明けぼの町。身長176センチメートル、体重150キログラム。所属部屋立浪部屋。得意技左四つより押し。生涯戦歴555勝480敗、49。幕内戦歴423勝381敗、36級。優勝回数幕内最高優勝1回、受賞歴殊勲賞1回、敢闘賞1回、技能賞2回。1934年11月25日、神奈川県横浜市クリーニング店の長男として生まれました。実家がクリーニング店であることからドライ坊やとも呼ばれていましたね。幼少期から体格が良く、小学1年生の時には相撲で6年生を破るなど、近所ではわんぱく大将として有名でした。若羽黒の入門のきっかけは、中学3年生のある日、父と親しかった行司が自宅を訪ねてきました。恵まれた体格から角界入りを勧められたのです。ちなみにその行司とは、白く長い顎ひげがトレードマークで有名な19代式守伊之助です。ひげの伊之助としても親しまれた行事ですね。あまりにも突然の勧誘に戸惑った若羽黒は、まずは相撲観戦から始めました。それでも入門を尻込みしていると、立浪親方から部屋でゆっくり遊んでいきなさいと言われ、部屋で 2,3 日遊んでいるうちに北海道巡業へ誘われ、現地で回しをつけて相撲を取ってみろと言われたことで、そのまま立浪部屋へ入門したのでした。幼少期から恵まれた体格の若羽黒でしたが、入門前の激しい稽古によって体重が基準を下回ったため、新弟子検査では直前に水を大量に飲み受験しています。検査の計量時79kgと予想以上の体重を言われ、足元を見ると立ち合い人かつ部屋付き親方だった白玉がはかりに片足を乗せて助けていたという、未来の異端児ならではの新弟子検査ですね。若羽黒が初土俵を踏んだのは1949年10月場所、まだ14歳でした。若羽黒のしこ名の由来は、どうしても若の字が欲しかったことから、同部屋の大先輩の横綱羽黒山正治にちなんだ若羽黒となりました。気力でぽっちゃりしていた若羽黒は、親方から何が何でも推しに徹するようにと指導を受けていました。これが功を奏し、1954年3月場所で新十両、1955年3月場所で20歳3ヶ月の若さで新入幕を果たしたのです。1年後の1956年3月場所では、東前頭15枚目で12勝3敗と好成績を残し、優勝こそは逃したものの活躍が認められ、初の3勝となる敢闘賞を受賞しました。1959年9月場所では関脇で12勝3敗と好成績を挙げ、場所後に大関へ昇進。新大関で迎えた同年11月場所では13勝2敗と入幕以来自己最高の成績を挙げ、幕内最高優勝を果たしましたね。この場所は若羽黒の入門のきっかけとなった19代式守伊之助の引退が決まっていた場所であり、ひげの伊之助への花向けとなりました。19代式守伊之助は若羽黒をとても可愛がっていたので、この優勝はとても嬉しかったことでしょう。新大関の場所で幕内最高優勝を果たしたことをきっかけに、周囲から推しの横綱が誕生か、武蔵山以来2例目となる神奈川県からの横綱昇進なるかと注目を集めていきます。若羽黒の体型はゴムマリを思わせる球体のようなあんこ型で、しつこくネチネチと押していく独特の押し相撲が持ち味でしたね。しかしその後、驚くような速さで転落してしまうのです。綱取り場所となった1960年1月場所では不覚にも7勝8敗と負け越しを喫すると、それ以降は横綱昇進どころか二度と綱取り場所を迎えることができなかったのでした。しかし時折存在感を見せる場面もあり、
初の幕内最高優勝を果たした大砲へ土をつけ、1961年1月場所では後に大砲とともに白鵬時代という大相撲の黄金時代を築くことになる大関柏戸剛にも土をつけた若羽黒は、俺は白鵬の反逆児と発言していたのが印象的ですね。白鵬の反逆児と自称していた若羽黒ですが、その後2人に相次いで連敗したことで大関陥落となりました。1962年1月場所を関脇で9勝6敗、その後も10勝5敗8勝7敗と3場所連続で勝ち越しを決め、元大関の実力を示しています。戦後大関陥落後に3場所続けて三役を維持したのは若羽黒が史上初のことです。同年7月場所で右足首関節を捻挫して途中休場すると、三役からも陥落し、これ以降は二度と三役に返り咲くことができなかったのでした。そして1965年3月場所の直前に引退を発表しています。若羽黒の異端児ならではのエピソードを紹介しましょう。引退した若羽黒は大関経験者でありながら年寄り名跡を取得できず、日本相撲協会に残留することができなかった力士です。さらに力士としての素質は誰もが認めていましたが、性格にムラがあり大の稽古嫌い、賭博好きで借金を作るなど力士としての生活の乱れがあり、引退相撲も開催できず、断髪式も同年7月に神奈川県三浦市の油壺観光ホテルでひっそり行われたのでした。1955年のある日、18歳だった安倍常時が若羽黒に対して競馬場で喧嘩を売ってきたことも有名な話ですね。安倍常時といえば元暴力団員であり、自らの服役経験をもとにした自伝的小説塀の中の懲りない面々などの著作があるタレントです。若羽黒は最初こそ安倍常時に対して手は出さなかったが、最終的にはコンクリートベイへ吹っ飛ばし張り手を食らわせたのでした。体重 150kg、 巨漢力士と言われた若羽黒の張り手は想像しただけでも恐ろしいですね。次に戦前から若羽黒が活躍した1960年代頃までは、力士が自分自身をわしと言うことが多かった中で、若羽黒は俺、僕と言っていました。さらに稽古不足を最高位が関脇だった親方から注意されると、番付はどこだ、俺は大関だと返答し、外出時の力士の正装である羽織、袴ではなくアロハシャツまたは背広で外出する異端児ぶり、魚嫌いの肉好きな若羽黒はちゃんこをあまり食べずに中華料理やビフテキを食べ、喫茶店ではコーヒーコーラと共にケーキを口にしたり、キャバレーでバンド演奏を楽しむなど、従来の力士像を完全に覆す異端児ぶりでした。また自動車が大好きな若羽黒は運転免許を取得するために教習所にも通っていました。稽古場に姿を現したかと思いきや、隙を見て逃げ出すことが日常茶飯事となっていたある日、親方がそんなことしている暇があるなら少しでも稽古しろと言っても耳を貸さなくなったため、親方が試験場に出向き若羽黒に免許を取らせないよう頼んだこともあります。しかし若羽黒はこれを見破っており、別の試験場で免許を取得したのでした。現在では力士がマンション暮らしをするのは別に珍しいことではありません。しかし1950年代後半から60年代にかけての頃、マンション生活を送ったのは若羽黒以外にはいないと言われていますね。そんな異端児若羽黒にも可愛らしいエピソードもあります。相撲界には良い生活を送りたかったら稽古しなさいという意味を込め、おなじみの叱咤激励の言葉、土俵に宝が埋まっているという言葉があります。この言葉を式守伊之助から受けた若羽黒は、実際に密かに土俵を掘って宝探しをしたのでした。若羽黒は27歳の時に大関を陥落するのですが、残っている現役晩年の若羽黒はみるみるうちに老成していると言われています。若羽黒は稽古嫌いだったと有名ですが、もしかすると稽古に耐えられる体調ではなかったのかもしれません。それは20歳代前半で急激に体重を増やした影響が大きかったのではないでしょうか。大関を陥落する前後からの健康状態が悪化し、顔つきもかなり変わっていきました。引退時の写真を見返すと30代とは思えないような雰囲気です。実際に大関の頃から高血圧、糖尿病、腎臓炎を患っていました。そして1969年3月2日に脳卒中症のため急逝しています。相撲界を引退してから4年後、34歳という若さでした。早くに体重を増やしすぎた
体重と健康の関係を考えさせられる若羽黒の創生となったのです。若羽黒は型破り、身勝手、異端児と呼ばれてきましたが、それでも自分の相撲をビデオで何度も確認し、独特の押し相撲の型を完成させた。研究熱心な面や年老いた師匠立浪の世話を自ら積極的に行ったり、羽黒山誠司の娘小林千恵子さんの小学校時代に勉強を教えるなど優しい一面もありました。異端児と呼ばれた若羽黒は優しさあふれ、相撲界を盛り上げてくれた力士の一人です。その証として故郷である横浜での若羽黒の人気ぶりは、横浜市民はみんな応援しているとまで言われ、絶大な人気を誇っていたのでした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。